ふんわりと可愛らしい花とウリに似た黄緑色の果実がつくボケ。東洋的な雰囲気でありながら華やかさを持ち、繊細ながらも野生的なたくましさを併せ持っています。地植えの場合は植え替えの必要はありません。鉢植えの場合は鉢の中が根でいっぱいになるので、1年から2年に1回植え替えが必要です。9月から10月に行いましょう。1年を通して日当たり風通しの良い場所で育てます。日本の気候によく適した植物なので、夏や冬を越すためには特に行う作業はありません。水やりは庭植えの場合、植え付けてから根付くまで2ヶ月ほどの間、水をしっかりと与えます。根付いた後は夏や冬に極端に乾燥しない限りは自然の雨水だけで十分です。鉢植えの場合は土が乾いたらしっかりと鉢底から水が染み出るくらいに水をやってください。ボケは乾燥に弱いので、鉢植えの場合は特に水切れに注意しましょう。短い枝がたくさんついて混み合ってくると日当たりや風通しが悪くなるので、11月から12月にかけて枝を切りましょう。丸みのある形をした芽や少し尖った形をした芽は切り落とさないことがポイントです。熟すと黄色くなるボケの実は砂糖漬けやジャムにしたり、また果実酒にするときれいな黄金色で香りの良いお酒になるそうです。花言葉「先駆者」は春に先駆けて花が咲くことを例えてつけられました。赤や白、ピンクなどの愛らしい花を咲かせるボケは早春のお庭を美しく彩ってくれそうですね。